そうですか。裏に町会もその鬼ヶ淵四種同盟とかいう恫喝団体もいないと分かれば、これで安心でしょう。北条里子さんの件は特別扱いせずに慎重に対応してください。はい。雛見沢の総意でないと分かれば、こちらも落ち着いて処理ができます。しかし私は好きになれませんね。裏に誰がいようがいなかろうが、常に公平な対応をするのが公務員です。恫喝がまかり通るようなことがあったという先例を残したから、雛見沢は特別扱いだという妙なルールができてしまったのではないですか。まあ確かに所長のおっしゃる通りだとは思いますが、一応ですね、そのわざわざ自治の係長が連合町会が背景にいないことを確認してくれたんですから、うちの職員も厳粛に事務を進めてください。雛見沢だからどうすべきかとお伺いを立てること自体がすでに公務員の心構えとして問題です。係長もその辺をよく職員に教えてくれなければ困ります。はい、申し訳ございません。とにかく裏に村がいないと分かれば安心です。裏に村がいると分かっても対応を焦るべきではありません。何があろうとも北条里子さんの件は慎重に対応してください。くれぐれも異例の措置は取らないよう担当に念を押しておいてくださいよ。